はようございます、たかしです。本日は11月2日木曜日、ただいま9時47分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。内容はポストプライムのプライム会員と同じですので、使い勝手のいい方で有料投稿を効率的にご利用ください。またノートでは有料投稿の単品販売もしてますので、ご自身に合ったプランを見つけやすいのも特徴です。それでは前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。昨日のポンド円、ちょっとこれ図で見にくいんですが、陰線となっております。一昨日が大きな陽線が出て、そして昨日はそこの調整の下落で1日終えた感じですね。現在は昨日描いてました図をそのまま載せているんですが、この GMMA の青帯がこんな感じで上昇してくれば、そこへの一旦押しを待って、そこから値固めをしてからの上昇になるという、そんなイメージを日足では持てますねっていう話をしてました。 GMMA の青帯、現在この辺ですね、182.5 付近にありますので、もし GMMA まで下落するのであれば、もう少し下落余地があるというところですので、本日はもうちょっと下落するのか、現在地付近買い足では反発上昇しそうな雰囲気にもなってきてますので、現在地から上昇していけるのかっていうところを見ておきたいです。日足のストキャスティクス、もう少し上昇余地がありますので、やはり上昇しやすい試合ではあると思うんですが、ストキャスティクスそろそろ高値圏に入りかけてきてますので、その辺も注意です。では4時間足です。4時間足には黄色のボックスを描いておりました。昨日の下落はそのボックス上限までの下落で、ちょうどボックス上限っていうのが意識されて、一旦反発で陽線が出てきておりますよね。ただ日足の GMMA 付近と考えますと、もう少し下落余地がありますので、また4時間足の GMMA の青帯も少し下にありますよね。ですので、もう一段下落するっていう考え方も持っておいた方がいいと思います。もちろん現在地付近から、まあ、この黄色のボックス上限がサポートになって、そこから上昇するっていうのも考えられるんですが、日足の GMMA、 4時間足の GMMA までの距離がもうちょっとあるので、もう少し下落ですね。現在4時間足の GMMA は 182.6 付近ですので、日足の GMMA とほぼ近い場所にありますので、もう一段下落、やはり182円のミドルぐらいまでの下落は視野に入れておいた方がいいと思います。ストキャスティクスもまだ下げている途中ですので、もちろん現在地付近からゴールデンクロスしていくっていうことも考えられるんですが、インジケーターを見ていると、もうちょっと下落してもおかしくないと思いますので、その辺見ておくといいと思います。では1時間足です。1時間足にはピンクのエリオット波動をイメージしておりました。そしてその4波に昨日入るのかなっていう話をしていたと思います。で、昨日の下落、結果的にはこの4波っぽいですよね。そしてどこで4波が終わるのかっていうのを現在は見ているタイミングです。ちょうど現在はフィボナッチリトレースメントの 38.2% ですね。この安値から高値に引いた、この直近の上昇に引いたフィボナッチリトレースメントの 38.2% 付近にあります。またここは黄色のボックスの上限付近でもありますので、一旦は反発しやすいところですね。ここからの反発がこのエリオット波動の5波に入っていけるのか、それとも先ほど言っていたもう一段下落ですね、182円のミドルぐらいと考えると、フィボナッチトレースメントの 50% ぐらいまで下落してくることになりますので、もう一段下落してからの上昇になるのか、ここから上昇していけるのかというところを見ておきたいです。イメージとしては、もう一段下落する場合はこんな感じですね。そして現在地から上昇していく場合はこんな感じのイメージでしょうか。どちらにしましても、まずは現在地付近で値固めができるかっていうところに注目。値固めができるのであれば、そこからの上昇で、ピンクの矢印のイメージ、値固めができずにもう一段下落して、そこから値固めをするような動きをするなら、緑の矢印のイメージを持っておきたいので、まずは現在地付近で買い足に落として、そこで値固めができるかどうかっていうのを見ておくと、本日は分かりやすいと思います。では次はドル円を見ていきましょう。現在ドル円じりじりと上昇してきて、そして一昨日強めの陽線で150円を明確に上抜けてきたので、昨日はその調整の下落でしたね。そして本日も朝方からずっと下落してきております。ただしこの大きな陽線に対して、現在のこの陰線のサイズを見ていると、基本的には調整の動きと考えられます。ただこのまんま強い陰線で、一昨日のこの強い陽線を打ち消すような動きになってくると、もうちょっと考え方は変わってくるんですが、基本的には現在高値更新もしておりますので、下がったところからの上昇っていうのをイメージしておきたいんですが、やはり介入警戒っていうのがありましたので、かなり今上値は重くなっておりますので、ドル円はトレードがしにくい、そんな通貨ペアかなと考えてます。では4時間足です。4時間足は赤い平行チャンネルの中で動いてまして、そのセンターラインを上抜けて、そして昨日の朝方はそのセンターライン付近でサポートされるかどうかっていうところだったんですね。で、結果的には今下がってきてますので、今またこの平行チャンネルの下限ぐらい、赤の平行チャンネルの下限、この赤いラインが次サポートに変わるのかどうかっていうところを見ておきたいです。本日朝方から下落してきておりまして、 GMMA の青帯ぐらいまで今すでに下落してきて
きてますね。ここがサポートに変わればいいんですが、サポートできないようですとまた平行チャンネルを下抜けてきますので、そうすると比較的大きな下落、149円のミドルぐらいまで下落していく可能性がありますので、その辺注意です。基本的にはこの強い上昇で直近の高値を上抜けてきてますので、下がったところからの次の上昇っていうのをイメージしておきたいんですが、やはり今今朝方のこの動き、この下落の仕方を見ていても結構ドル安が進んでおりますので、その辺は注意ですね。寝頃感でロングエントリーしてしまいますと、そのまま下に持っていかれる可能性がありますので、基本的には押し目買いでいいと思いますが、押し目買いも短く利確していくのがいいと思います。では1時間足です。1時間足には直近の上昇にフィボナッチリトレースメントを当てております。 38.2% とか 23.6% が昨日は意識はされてきておりますが、結果的には下抜けてきております。次のターゲット、先ほど4時間足で言いましたが、この赤の平行チャンネルの下限付近ですので、このフィボナッチリトレースメントで言うと 50%、 150.2 から3の間ぐらいですね。そのあたりっていうのが次意識されてきそうです。ただしここを下抜けてきますと、4時間足に引いていた赤い平行チャンネル、この平行チャンネルですね、これを明確に下抜けてくることになりますので、そうするともう少し下、149円のミドルぐらいまで下落していく可能性というところを考えておきたいです。今4時間足の GMMA がこの辺に走ってます。現在地付近に走っているんですね。ですので現在地付近で底固めができれば、そこからの上昇を考えたいんですけれども、1時間足の GMMA を今下抜けてますので、もし次上昇してきたとしても上値は重くなると思いますので、現在は4時間足の GMMA でサポートされるかどうか、そして本日上昇してきたとしても1時間足の GMMA が次上値を重くしてきますので、基本的には上値が重く売られやすい、そんな事案にはなってくると思います。上位足と下位足で目線が違いますので、分かりにくい動きをするとは思いますけれども、自分のトレード軸に合わせて短くトレードしていくのが今はいいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップを始めました。ポストプライムのプライム投稿と同じ内容です。ノートの方が使い勝手がいいという方向けに、有料投稿の間口を広げました。基礎から FX を学びたい方や、現在よりトレードスキルを向上させたい方はぜひご検討ください。有料投稿で適切な自己投資と時間投資をすることも大切だと思います。ノートのメンバーシップは初月無料となっておりますので、11月上旬の現在はお得だと思いますので、ご興味があれば一度無料期間だけでもお試しください。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。